皆様こんにちは。これからミント池袋店の開封動画を行いたいと思います。今回の開封を行う商品はですね、先日新発売したサッカーの新製品ですね。こちらエポックオーセンティカ、ロベルト・バッチョオフィシャルコレクションライフ・オブ・ザ・ファンタジスタですね。こちらの開封動画を今回行いたいと思います。短い間ですが皆様よろしくお願いします。さあ早速ちょっと開けたいと思います。本商品はですね、その前にちょっとクリップがありますので、こちらもちょっとドドン、こういった感じのちょっとロベルト・バッチョ氏の、直書きのサインカードだったり、ユニフォームのその切れ端が挟まっているパッチジャージカードでしたり、あとレギュラーカードもですね、実は全てシリアル番号が振られていまして、まあ、そのバッチョ氏が現役時代の時の所属したクラブの写真を使ったり、あと幼少期の頃の写真ですとか、結構いろんな種類がありますので、はい、あとサインカードにも種類が何種類かありまして、通常のサインだったり、あとはそのパッチジャージが含まれているサインカードですねだったり、ブックレットタイプのものもあったりと、非常に種類も豊富で、まあ実際にちょっと私も店頭の方で実物のカード何枚か見たんですけど、非常にクオリティの高いカードですね。ちょっとじゃあ早速この商品を今開封動画で開けたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにこんな感じですね。はい、じゃあちょっと開けますね。ロベルト・バッチョ氏のカードセットとあって、やっぱり日本にもロベルト・バッチョ氏のことが大好きな、まあ、サッカーのファンがすごい多いですからね。今回ついにロベルト・バッチョサッカーセットという形で実現という形もあって、かなり発売前から話題になってた商品ですね。かっこいいですよね。中もちょっとこういった感じなんですけども、いいですね。はい、じゃあちょっと蓋を開けたいと思います。本商品のですね、まあ、商品概要といいますか、どういう感じの作りになっているかといいますと、まずワンボックスの中にミニボックスが3つ入っています。でそのミニボックス1つの中からカードが2枚入っております。でそのカード2枚入りのうち1枚は必ずレギュラーカードですね、シリアル番号がついている40枚限定ですねのレギュラーカードと、あともう1枚がスペシャルインサートカード、まあ、いわゆるレアカードですね、ジャージカードだったり、サインカードだったりといった特別なカードが、入っております。で今ちょっとボックスを開けるとですね、こういったちょっと見えますかね、裏にですねこういうふうに、バッチョ氏の、コメントだったりが載ってるんですけども、まあ、かなりすごいいいこと書いてありますのであとこことかにもバッチョ氏のコメントだったり、まあ、ちょっとパラパラと紹介しますね。写真、当時の写真を使ったりと、バッチョ氏の本当かっこいいコメント、それから非常に、まあ、感動といいますか心に響くコメントがいっぱい載ってますので、ぜひちょっとこちら購入された方はじっくりと読んでみてください。で中はですねこういうミニボックスですね、ちょっと取り出しちゃいますね。はい、ちょこういったミニボックスが3つ入ってますね。はい、こちらですね。順番にちょっと上から開けていきたいと思います。さあ早速1ミニボックス目ですね。入れ物もすごいしっかりとした作りで、高級感あふれるデザインといいますか、制作者様 このカードへの熱意といいますか、非常に伝わる作りになってますね。1ミニボックス目はどんなカードが出るかちょっと楽しみですね。中、開けますとこういった透明な、プラケースですかね、プラスチックのケースに入ってまして、この中にカードが、2枚入っているという形ですね。ちょっとじゃあ早速開けたいなと思います。結構これもしっかりとした作り
スリーブに入れます。おお、かっこいいですね。さあ、いきなりサインカードが出ましたという感じではないです。いきなりではなかったんですけど、まずレギュラーカードこちらですね。インテル時代の写真を使ったこのレギュラーカードですね。これも相当かっこいいですね。それからこちらが、ジャージカード、デュアルジャージカードですね、パッチ気味の部分のものになりますね。こちらも、はい、106枚限定のものですね。さあ、2ミニボックス目いきたいと思います。非常にちょっとこのカードのクオリティっていうのが実際にこう手に取っていただくとよりわかると思うんですけども、まあ、画面越しからもおそらく伝わるかなとは思うんですけど、本当にこの最高級版といいますか、高級感あふれるデザインがいいですね。さあ、2ミニボックス目ですね。さあ、どこでしょうか。こちらもちょっとスリーブに入れたいなと思います。これをいいカード出ましたね。後ろに下げますかね。はい、まずレギュラーカードの方がこちらですね。AC ミランですかね、こちらは。レギュラーカード。それから、こちらトリプル、パッチジャージカード。インテルのユニフォームもですね。こちらが42枚限定の9番ですね。いやー、これも相当かっこいいですね。ということで最後の1ミニボックスが、サインカードということになりますね。封入率としては必ずボックスからその3ミニボックスの中から必ず1枚はサインカードが出るという商品の、作りになってまして、稀になんですけどもサインカードが2枚出るホットボックスというものもございますので、2枚出た時とかっていうのは本当すごいですよね。サイン1枚でも本当すごいやったってなるんですけど、2枚出たとさらに、本当ラッキーみたいな感じになりますよね。さあ、これが最後の3ミニボックスですね。これすごいいいの出ましたね。これすごいいいの出ました。まずレギュラーカードの方からですね。はい、こちらがちょっと一旦下げますかね。こちら、はい、レギュラーカードこちらですね。それからサインカードですね。こちらボックスの、まあ、ヒットカードといいますか、なんと17分の01番ファーストナンバーですね。こちら、これめちゃくちゃいいカードですね。94年ですね。写真は使われているのがイタリア代表での、はい、写真ですかね。ファーストナンバー、ファーストナンバー、実はこのサインが色がちょっと違うんですよね。銀サインですね今回。これはめちゃくちゃいいの出ましたね。でちょっと今全部分け終わったんですけども、こちらの商品がですね、1ミニボックスが2枚入りで 29,933 円、それからですね、ワンボックスが3ミニボックス入りで 89,799 円で、ミント各店ですね販売しております。でこういったすごいかっこいいサインカードや、ジャージカードといったメモラカード、それからレギュラーカードのデザインも非常に、かっこいいものが多くて、で種類もかなり豊富にありますので、まあ、皆さんはちょっとこの動画を見て、あ、バッチョー氏のカードセットすごいかっこいいなと思われたら、ミントまで、来店していただけたら各店販売中でございますので、ぜひぜひご利用ください。
また今回の開封動画で出現したカードは全て池袋店でシングルカードとして販売する予定でありますので、まあ、店頭だったり、ミントモールといった通販サイトがございます。そちらの方であのご注文なども受けたまってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと今回、ざっくりとした感じで、いつもよりちょっと短い感じだと思いますが、終わらせていただきたいと思います。皆様、お付き合いありがとうございました。